システム開発技術の計算問題とオブジェクト思考。おはようございます、マサルです。今回はシステム開発技術の分野から計算問題とオブジェクト思考を一緒に勉強していきます。それでは始めましょう。令和元年秋、問47。ソフトウェアの品質を判定する指標として機能単位の不良件数をその開発規模で割った値を不良密度と定義する。不良密度の下限値と上限値を設定し、実績値がその範囲を逸脱した場合に問題ありと判定するとき、 A 工程では問題がなく B 工程で問題があると判定される機能はどれか。ここで不良密度の下限値はキロステップあたり 0.25 件、上限値はキロステップあたり 0.65 件とする。また不良密度の下限値、上限値及び開発規模は両工程とも同じとする。あ、い、う、え、それぞれの機能で該当するものはどれでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 機能4が該当します。それでは解説していきます。今回の問題は不良密度がテーマで、正しく状況を把握できるかを問う問題でした。まず不良密度とは何か確認していきましょう。不良密度とはどの部分でどれくらいのバグが発生しているのかを定量化した数値を言います。不良密度を調べることでプログラマーのスキル不足やテスト不足を見つけることができます。あとは問題の中にキロステップという言葉も出てきました。キロステップとは見積もりをするときに利用する単位です。例えば1キロステップを1人月と定義することで生産性を見積もることができます。今回の問題は A 工程は問題がなく B 工程は問題があると判定される機能を選択する必要があります。つまりこの図のように A 工程は上限値と下限値の間に収まり、 B 工程は上限値以上もしくは下限値以下となる工程を探します。正解選択肢の A が条件に当てはまるのかを確認していきましょう。まずは選択肢 A の不良密度の上限と下限を求めます。不良密度の上限値と下限値は開発規模をそれぞれ上限値と下限値で掛け合わせることで求めることができます。計算すると選択肢 A の不良密度の上限値は52件、下限値は20件です。まず A 工程は不良件数32件なので問題なし、 B 工程は不良件数8件で下限値以下なので問題ありの判定となります。よって A の選択肢は正解選択肢です。ちなみに下限値以下の不良件数で何が問題なのか疑問に思う方がいるかもしれません。下限値以下の不良件数しか見つからないということは、不良密度を判定するテスト自体の品質が良くない可能性が考えられます。なるべく不良品を次の工程に持ち越さないよう、抜け漏れなく不良品を検出するために不良件数の下限値を設けています。では他の選択肢を確認しましょう。選択肢 A は開発規模が10なので、計算の結果上限値は 6.5、下限値は 2.5 件です。 A 工程は6件で問題なし、 B 工程も3件で問題なし判定です。よって間違い選択肢だと判断することができます。次の選択肢 E は開発規模が20なので、計算の結果上限値が13件、下限値は5件です。 A 工程は14件で問題あり、 B 工程は10件で問題なし判定です。よって間違い選択肢だと判断することができます。次の選択肢 U は開発規模が50です。計算の結果上限値が 32.5、 下限値が 12.5 件です。 A 工程は10件で問題あり、 B 工程も40件で問題あり判定になります。よって間違い選択肢だと判断することができます。では問題を見直しましょう。令和元年秋、問47。ソフトウェアの品質を判定する指標として機能単位の不良件数をその開発規模で割った値を不良密度と定義する。不良密度の下限値と上限値を設定し、
実績値がその範囲を逸脱した場合に問題ありと判定するとき、 A 工程では問題がなく B 工程で問題があると判定される機能はどれか。ここで不良密度の下限値はキロステップあたり 0.25 件、上限値はキロステップあたり 0.65 件とする。また不良密度の下限値、上限値及び開発規模は両工程とも同じとする。正解は A、 機能4が正解です。それぞれ上限値と下限値を計算して確認してみてください。それでは次の問題です。令和3年春、問い41。クラスや継承という概念を利用してソフトウェアを部品化したり再利用することで、ソフトウェア開発の生産性向上を図る手法として適切なものはどれか。 A. オブジェクト思考、 E. 構造化、 U. プロセス中心アプローチ、 A. プロトタイピング。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A のオブジェクト思考です。それでは解説していきます。オブジェクト思考とは開発効率を高めるための考え方の一つです。現在オブジェクト思考を使ったプログラミング言語が広く使われています。いきなりオブジェクト思考について話すと分かりにくいので、まずは昔よく使われていた手続き型という考え方についてお話しさせてください。手続き型もプログラミング言語で利用される考え方の一つです。手続き型の場合は上から下にプログラムが順番に処理されていくという考え方です。例を挙げます。カレーの作り方を考えるときに、上から下に向かって全ての工程を記載してカレーという料理を作ります。この方法でももちろんカレーを作ることができます。ではこれとは別にシチューの作り方を考えたいと思います。極端な話、カレーの作り方の最後に入れるルーをカレーのルーではなくシチューのルーに変えれば、シチューの作り方を記載することができます。しかし手続き型の場合は部分的に入れ替えることが難しく、シチューの作り方を記載するときに具材を切る、具材を炒める、煮る、そしてシチューのルーを入れて煮込むのように一から全てを作り直す必要があります。これはちょっと面倒くさいですよね。そこでオブジェクト思考では物と操作を分けて考えるようにしています。こうしておけばカレーの作り方からシチューの作り方を記載するときに汎用性が高くなります。シチューの作り方を記載するときに全部を作り直す必要がなく、一部だけを入れ替えて作り出すことができるのです。このようにオブジェクト思考という概念をもとに設計しておくと開発効率を高めることができます。なんとなくオブジェクト思考の考え方イメージできたでしょうか。では今回の問題を見ながらもう少しオブジェクト思考について勉強していきましょう。オブジェクト思考にはクラスと継承という概念があります。クラスというのはプログラムを作成する設計図のことを言います。例えば哺乳類というクラスがあります。哺乳類は寝るという動作を行います。このように何が何をするという情報が定義されているのがクラスです。そして継承とは、過去に作ったクラスを流用して新しいクラスを簡単に作れるという機能です。例えば哺乳類というクラスを継承して人というクラスを作ったり、猫というクラスを作ることができます。オブジェクト思考は概念なので理解することが難しいのですが、クラスを作成することでコードを再利用しやすくして開発効率を高めるためのやり方ということです。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。構造化プログラミングとはコードを理解しやすい単位でまとめることで効率を高めるためのプログラミング手法です。構造化については今回のテーマから外れるので簡単に特徴だけ覚えておいてください。構造化プログラミングはシーケンス、反復、分岐という3つの制御構造を使用してプログラムを構築します。次の選択肢、プロセス中心アプローチは業務の手順などを中心にシステム設計していく手法のことを言います。例えば特定の業務があり、その業務に対するシステムを作るという設計手法です。システムの中に個別のプログラムとデータが存在するイメージです。
対になる設計手法としてデータ中心アプローチというものがあります。これはデータを中心にシステムを設計していきます。データがあり、そのデータを複数のプログラムが利用するイメージです。次の選択肢、プロトタイピングは、開発の初期段階でプロトタイプ、試作品を作り、機能やデザインを検証しながら開発を進めていく手法のことを言います。プロトタイプという言葉が原型や試作品という意味を持つことを覚えておきましょう。それでは問題を見直します。令和3年春問41、クラスや継承という概念を利用してソフトウェアを部品化したり再利用することでソフトウェア開発の生産性向上を図る手法として適切なものはどれか。正解はあ、オブジェクト思考です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はオブジェクト思考について一緒に勉強しました。ここでは代表的なオブジェクト思考言語を紹介します。 Java、C#、Python、Ruby、PHP、TypeScript、 これらの言語が代表的なオブジェクト思考です。これらのプログラミング言語は一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。この中で最もよく使われているプログラミング言語は何だと思いますか？2023年12月の日経クロステックの記事によると、1位は Python でした。Python は主に人工知能、AI の開発やデータ分析によく使われるので、Python を利用する人が増えたと考えられます。これからプログラミング言語を勉強する方は Python を勉強してみると良いかもしれませんね。それでは最後に復習をしましょう。令和元年秋問47、ソフトウェアの品質を判定する指標として機能単位の不良件数をその開発規模で割った値を不良密度と定義する。不良密度の下限値と上限値を設定し、実績値がその範囲を逸脱した場合に問題ありと判定するとき、 A 工程では問題がなく B 工程で問題があると判定される機能はどれか。ここで不良密度の下限値はキロステップあたり 0.25 件、上限値はキロステップあたり 0.65 件とする。また不良密度の下限値、上限値及び開発規模は両工程とも同じとする。正解は A、 機能4が該当します。次の問題、令和3年春問41、クラスや継承という概念を利用してソフトウェアを部品化したり再利用することでソフトウェア開発の生産性向上を図る手法として適切なものはどれか。正解はあのオブジェクト思考です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。